さあ始まりましたビジネスフラッシュセカンドステージ、皆様お元気でしょうか。私たちも元気にします。さてミシェルさんは地方へお出かけされる際は車が多いですか。いや電車飛行機、駅まで、最寄りの駅まで車、東京駅かな、うん、なるほど、はい、でも長時間車の運転されることもありますよね。あります、あります、うん、大好きです。大好きですか。大好きです。でもやっぱり体は疲れますよね。はい、そうですよね。だいぶ疲れるようになってきました。息切れされていらっしゃいます。そこで今回まずご紹介しますのは、うん、千葉県内で運送業を行っている企業様なんですが、はい、実は運転手の労働にある革命を起こした企業様なんです、うん、こちらです。どうぞ。我が国日本においてすでに生活やビジネスの支えといっても過言ではない運送業。しかしその根幹であるドライバーたちを襲ったのは長距離運転による事故の多発や労働状況をさらに圧迫する基準の改善であった。必ず必要とされる、その思いを胸に立ち上がった男がここにいる。一色運送株式会社代表取締役社長一色弘和。安心な物流社会をモットーに安全な運送業界を目指す一色運送は、さまざまな苦労によって開発した運転時計によってドライバーにかかる負担を減らし働きやすい環境を生み出し続けている。今回は社会に安全と幸せを届ける一色弘和をスタジオに招き詳しく話を聞いた。まず開発されました運転時計についてどういうものなのか教えていただきたいんですが、これはまあ運送会社で、守らなきゃいけない規則っていうのがありまして、はい、運転は何時間以上しちゃいけないとか、はい、あと休憩は1日何時間取ってくださいとか、はい、あとまああの拘束時間とか、まあ、休息時間とかですね、いろいろそういうふうに守らなきゃいけない、はい、その事柄に別にですね、その時間表示がされて、それを見ることによってドライバーさんは守れると。それを全部その自動でですね、その機械が自動で機械でやられる、そうですね、行って、それをまあドライバーさんは表示を見るだけで、じゃあ走行があと 何分まで走れるとか、今日は何時まで仕事ができるとか、そういうのは全部自動で計算されて表示されるという、明確より明確にきっちりと、ね、はい、運転時計って商標登録もされてるんですよね。あ、そうですね。あ、そうなんですか。まあ、元々ですね、はい、運送会社はデジタルタコグラフっていうのが今義務化になろうとしてるんですけど、それをつけなきゃいけないんですが、通常のデジタコを使ってる中の情報で自動計算をして表示されるっていう、ですからドライバーさんにはそんなにプラスの面倒な形にはならないと思うんですけど、あまり最初にその運転時計開発しようって思ったのはそういう負担を軽減したいっていうところからだったんですか。なかなかその運送会社としてですね、まあ、実際その改善基準告示っていうものを守らなきゃいけないんですが、現実問題やっぱり複雑なんですね、内容がなかなかそれが守れないっていうのが実態だったんです。ですからそれをなんとかそのドライバーさんの、に守っていただきたいと。でそれはまあ会社としてその仕事の面を配慮するだけではなくて、やっぱりその時間的なものの面倒さをですね、解消することがやっぱり遵守にもつながるんじゃないかというところで、まあそういう機会も考えたってことなんですけど、改善基準告知っていうのは分かりやすいところで言っていただくと、例えばどういうものが定められてるんですか。今ちょうどですね、国の方で、勤務間インターバルっていうようなお話をされたかったと思うんですね。要は休息っていうのは最低8時間取りなさいと。でそれに対してですね、連続して8時間取れない場合は、1回4時間以上で合計10時間でもいいですよと。ですから今そういう運送会社にとは関わらず、バスとかでもやっぱり重大事故が発生してしまっている中には、はい、法律にのっとったやっぱり運行ができてなかったっていうのもやっぱり一つの要因ではあるみたいなので、うん、やっぱりそういう点ではまあ法律を守るってことがですね、うん、まあ、安全の確保にもつながっていくという、まあ、そういう意味も込めてですね、うんうん、まあ、こういうのを開発したっていうことなんですけど、
運転時計の大きなメリットを3つ挙げていただくとしたらどういったことになるでしょう。法律を守れるっていうこともありますけど、で、法律を守ることによって、いろんなですね、プラスの作用が生まれたのが現実で、要は事故がなくなったと。であとは、運送会社としての社会的責任ですかね、コンプライアンスというんでしょうか。でそのことによってやっぱりその社員のですね、やっぱり会社に対する安心感も増していただいてるんじゃないかと。社員の家族も含めて、こういう法律にのっとった、運行でやってるってことは、一つ安心がいいというふうにも思っていただけてるんじゃないかなというふうに思いますね。コストの面なんかはいかがですか。それもつながってきますよね。結局そういうふうな形にもなるんですね。事故がなくなればその分そのいろんなコストも削減にはなりますけど、やっぱりその管理する上でですね、自動で管理をができるっていうふうな一面もあるわけですね。ドラム運行管理者さんの手間も省けて適切な管理ができるっていう形にもなると思うんで、経費もですね軽減できるんじゃないのかなと。でもこれ開発されるまでにはもうご苦労も多かったんじゃないですか。そうですね、もう10年以上前からこれをやっておるんですが、10年前はその改善基準っていうものが言葉すら世の中にはあまり出回ってなかったっていう中でですね、やっぱこれをなんとか守ろうっていうふうに考えた時にはですね、結構やっぱり大変でしたね。やっぱりメーカーさんにも協力していただいて作ってるわけですけど、要は言葉で定められている決まり事をですね守る上で、それをプログラム化もしなきゃいけないと、やっぱり言葉のゆえにいろんな解釈ができると。ですからその解釈がプログラムした時にですね、適切なのかどうかと。でその表示されているまた、時間がですね適切なのかどうかと。新しく始めることで基準もね難しいだろうし、そうですね、あるんだな、はい。既存のタコメーターとの違いっていうのは、他にどういったところが挙げられますか。既存のタコメーターっていうのは基本的にはドライバーさんに警告をしたりですね、回転数オーバーですとかスピードオーバーですとかっていう警告を与えてですね、大きく言うとストレスをですねドライバーさんに与えて管理をするというようなものだと思うんですね。で、その点今回の運転時計はですね、そのドライバーさんが面倒に思う計算を代わりに行ってですね、表示をするっていう形にはなってると思いますんで、大きく言えばですね、サポート的なですね形の道具になったんじゃないかなと。ではその運転時計とはどんなシステムなのか、開発担当者に説明してもらった。それでは事務所に出勤する通常出勤についてご説明させていただきます。ドライバー様の出勤時はまず休息休日のチェックを行い、ドライバー様は出勤ボタンを押して出勤となります。この例は休息休日ともに不十分であることを知らせています。この場合は出勤操作できないように設定することができます。この画面の情報はドライバー様の出勤操作で点呼予定として自動で作成されます。また実際の点呼は詳細画面で行い、点呼時間などを含む点呼情報が反映された点呼表の自動作成が可能となります。同様に中間点呼も行うことができます。車載機ソフトの出庫時自動で予約データが作成されます。それではドライバー様の操作についてご説明いたします。出勤時に出勤操作をしていなかったり、アルコール他の理由で内勤指示が出ている場合はこのような画面が出ます。また前日宿泊運行の場合は出勤可能時刻とのチェックを実施し結果を表示します。エラーの場合はこのように表示されます。また運行中に使用する画面として連続運転確認画面、運転できる時間が分かります。休憩時間、休息の残り時間が分かります。休息は改善基準告示内の重要要素ですので機能が充実しています。アルコールチェッカー機器連動で結果が NG の場合は処理が進めず運行管理者に指示を仰ぐ形にすることもできます。またこちらの画面からは休息時間の設定も可能です。休息終了時にはドライバー様へリアルタイムな情報を提供できます。複雑な条件判定がありますが、拘束時間算がなかった場合は休息を連続で取得するように促す画面になったり、休息十分時は宿泊という扱いで出庫操作画面を表示したりなど、コンプライアンスを遵守するために
必要な情報を提供します。また状況確認画面として高速時間残表示画面、日時と月次の状況をご確認いただけます。注意警告機能としてポップアップ表示機能もありますので、事務所ソフトの設定画面で設定した条件、メッセージ内容が表示されます。音声についてはビープ音対応、音声メッセージ対応が可能です。また車載機で発生した警告は同時に事務所ソフトにも通知されることから、運行管理者様はリアルタイムな運行指示をドライバーに行うことを実現可能にしています。実際の現場で働くドライバーはどう思っているのだろうか。いやでもやっぱり時間の管理っていうものが自分でやらなくていう、そういう手間が省ける分、やっぱり運転に集中できるっていうのが、やっぱ疲労も軽減されるし、いい機会ですよね。はい、会社自体がまあそのデジタコというか、あの労働基準の方を推進するようになって、まあ自分もずっと運転手をやってるんですけども、もう時代とともにやっぱりこの運送業界もこういうふうに体とかいろんな事故の面とか無理のないような労働環境を会社が推進してくれてることによって、やっぱり楽にはなってきてると思います。はい、導入したいっていうところがたくさんあるんじゃないかなと思うんですが、市販はされてるんですか？まだなんですけど、はい、一応今使ってるものがですね、今から6年ぐらい前に開発したもので、でその使用してる中でですね、いろいろやっぱり改良しなきゃいけないところとか、まあ逆に言えばもっと改良すればもっと良くなるというところも踏まえて、今新しいものをですね、メーカーさんの協力のもと作っていただいてる状況なんですね。秋ぐらいにはですね、完成するような形になってるとなりますんで、まあ、もしそういう方がいらしたら、まあ、ご紹介はできるような、そういう形には秋にはなると思います。そして今日私たちの後ろに立派な盾、表彰が飾ってあるんですけれども、平成23年に厚生労働省から表彰をされたんですよね。高齢者の雇用開発の高齢者雇用開発コンクールっていうのが ありまして、一般 その労働者にとってですね、やっぱり法律を守るっていうことは働きやすい環境になると、ですから当然その高齢者にとっても法律を守った環境っていうのは高齢者にとっても働きやすい環境になると、そうでしょうね、っていうような意味でですね、厚生労働大臣賞をいただいたんですね。すべての人へ幸せを運び、社会へ安全を届ける菱木博一、そんな男が見据える今後の展望とは。まあ、10年続けてきましたんで、はい、でまあ、正直10年前よりは今の方がですね、やっぱりこういうことが社会的に必要とされつつあるのかなと思いますんで、労働時間の問題っていうのは社会的な問題にもなってますんで、その、まあ、問題解決のですね、まあ、一端を担えるような、まあ、そういう形にこの運転時計がなればですね、これはまあ私として考えた私としても大変光栄なことなんで、今後ともさらにですね、より使いやすい分かりやすいですね、ものに進化させてですね、継続して今後もやっていこうかなと、そういうふうに思ってます。はい、最後になるんですが、はい、菱木社長の格言を教えていただけますか。20年以上続けてきているっていうことからですね、本当に継続は力なりと。なるほど、非常に勉強になりました。今日はありがとうございました。ありがとうございました。